嘘やん、無理だって、 yes, yes. 無理だって、okay. はい、皆さんこんにちは、みなです、だかです、 LT ブログです。今日はメキシコシティにいます。まだまだメキシコシティにいます。多分 今までで一番長い一個の街に一週間ほどいるけど、まあ、レナのパスポート更新してるからね。そう、パスポートもらいました、イエーイ。持ってきて、スタンプページが10ページ追加されたから、それで足りるはず。よかった、世界一周続けられます。そうですね、で明日も移動するので、今日はあのメキシコシティで最後なので、ちょっとフードツアーに参加しようかなと思って。メキシコはなんかストリートフードが多くて、ちょっとなんか英語とかも通じないから。そう、メキシコね、全然英語通じないやばいよ、世界一周行った中で一番英語通じない国メキシコで、なのでなんか優しいガイドさんを連れて一緒になんかいろんな美味しい食べ物を食べようかなと思ってました。まずはなんか市場みたいなとこ入ってきたね。フルーツ、野菜、めちゃめちゃ生のいい匂いがする。What's this one? The name? Chico Zapote. Chico Zapote. Chico Zapote. Chico Zapote と豆。And now. Olay みたいな。Olay. Now this is, this looks like chocolate, but it's not chocolate. 確かにチョコレートっぽいね。This is Zapote. Zapote. いただきます。これなんか日本の牡蠣にシナモンかけられたみたいな味する。普通に美味しい。次はなんかこれめちゃくちゃ甘いらしくて、アボカドみたいなテクスチャー、食感、メキシコで一番甘いフルーツらしいよ。よくわかんない甘いけど、これがリアルな感想ですよくわかんない Thank you. You're welcome. おー、トロトロだね、めちゃくちゃ柔らかい。あんま好きじゃないIt is really strong flavor. I don't like it. ほんとだ、なんか Do you like it? No. The texture is like strange. Yes, it's very トロトロ。腐ったフルーツの食感がする、なんかドロドロ。で味はねほとんどないよね。総じてね、メキシコのフルーツはあんま好きじゃないっぽい。かもしれないね。今ちょっとねフルーツ食べ終わったから次の場所に移動してます。おお、ウサギ。俺ウサギのあんな丸裸のやつ初めて見たわ心止まるの。インセクト、インセクト、インセクト。This is a topic. 嘘やん、無理だって、 yes, yes. 無理だって、okay. The thing is, is that in this valley, 無理だって、めちゃめちゃ話進めてるけど俺無理だって。 They can only... Okay, I cannot understand that. He's just saying, no, I can't eat this. No, I can't eat this. Okay, okay, I got it. Continue, please. Okay. Yes. ケビを食べた。 And nowadays for this, do not worry. クリケットって何？これ、OK、I will try. Yes. 怖っ。まずい。Do you like it? No. No? It's strange. OK, it's... Yeah, try it. Come on, try it. It's not weird. 大丈夫、大丈夫。It's like AB. It's like a chip. It, eat it. Do it. Yeah, eat it. 怖っ。一個ちっちゃいやつ。It's like cheap. これ。おお、何これ。よく見ないで。お腹の中で大丈夫？大丈夫。さっき食べて。別にまずい味はしない。It's not that bad. It's not that bad. うまい。
うまくね like it? Yeah, he likes it. あのね、あれだわ、日本のカリカリ梅をギューって凝縮してもっと香ばしくした感じ。うまい、うまいけどいらんわ、俺はカリカリ梅食うもん、別に日本帰って。Yeah, it's the food of the future, people. Yeah, that's, I heard that actually. そういうことか、将来的には食料不足で。まあみんなこれ食べなきゃいけないよ。なんかね、やっぱね、メキシコの人はね、ああいうね、虫をね、日常のスナックとして食べてるんで。チャカ、よく食べたね。いや、ほんと食べたくなかった。食べたくない。文化を、まあ、リスペクトするっていう意味でも、まあ、失礼だしね。気持ち悪いって言ったら。で、実際食べたら、美味しいし。あと、なんか口にある皮が残ってる。そうそうそう、虫だからね。じゃあ、次の場所、行きましょう。場所。かわいいでしょ。ガイドさん、めっちゃかわいい。すごくない？ちょっとグロすぎるね。ターキー、チキンのでかいやつ、やばい。こっちはチキン、ちっちゃいチキンだね。すごいわ、初めて見たもん、こんなターキーが丸裸のやつ。ちょっと今からね、メキシコ伝統のお酒かな、テキーラと同じ植物から取るんだけど、ちょっと製造方法が違うっていうプケで、伝統的なパブに来て飲みます。オートミールとレモンフレーバーの、私は好きじゃない、ネバネバするから。あ、ネバネバしてた。なんかあの、飲んでみて。まあよく言うとゼリーを飲んでる感じ、悪く言うとスライム飲んでる感じだわ。スライム、スライムが好きなのに。スライム飲んでる感じがして。あースライムや。Okay. And we have like these snacks. We call it antojitos mexicanos. Okay. There are beans in there. 中にね、ペーストしたビーンズが入ってて、熱っ。で、ちょっとわかんないけど、緑のなんかとチーズを乗っけて食べてる。はい、今パストールを食べてる。豚肉のケバブみたいなことをタコにラップして、なんかいろんなソースをつけて食べてる。めっちゃ美味しい。ソースめちゃくちゃしてる。めっちゃ辛い。全部辛いけど、うまいよね。メスカル、テキーラ、テキーラではないよ。Yeah, 45% of alcohol. Oh. Piece of orange. We're going to kiss the mezcal. Okay? Just a little try. はい、お腹いっぱいです。お腹いっぱいになった。マジでもうお腹はち切れるぐらいお腹いっぱい。腹パンパン、マジで腹パンパン。いろんな面白いこと。そうね、メキシコ料理。まあ、トータル8種類ぐらいかな、多分食べたの。でも値段的にも2時間でいろんなね、文化とかその食事の背景とかいろいろ教えてもらって、1人3000円ぐらい。1人3000円か。あと、あの、物価安いから多分ツアーガイドもそんなにお金もらってないんだね。まあそうね。まあでもめちゃめちゃ良かったわ、うん、一応ね、このなんだ、フードツアーのリンク載っけとくので、もしね、メキシコシティに来てローカルフードをね、学びながら食べたいという人はね、参加してみてください。はい、ということで、今日はもう終わりになります。あ、お腹いっぱいだからホテル帰って寝ます。あー、怠け者だな。ということで、あ、ね、あ、ごめん、ソーリー。ということで、また次の動画で会いましょう。バイバーイ。メキシコでレンタカーすると1日2000円もいかないぐらい。テノテアスール着きました。なんか、ということで、水着になって飛び込みますか。
めちゃんこ綺麗。